お、玉ブラ、が知られる。山川に被弾のおかんが。はい、やられた W。だからなんで続けるんだって同じ玉を。ゲロは抜け玉 W。だからインコースガンガン攻めりゃいいのに。またドスコイ健常かよ。大好きなソフトバンクでスター扱い楽しいだろうな。ピンクフルドスコイ W 女性ファンも大喜びやん。試合に負けるのは想定内なので仕方ないが、打たれたくないやつに打たれたわ。また打たれたのかよ、こいつにだけは打たれたくないのに。首振るとど真ん中のカーブ、ガンガン捉えられとるやん。あれ、おかしい、なぜか0、4になってる。おいおい、なんで今日はテレビがないんだよ。貧乏人は QR でも聞いとけってことかよ。マジでシーズン終わったらオイシックスとクフハヤテと三つどもえでパリーグ参入決定戦した方がいい。早いとこ変えないと2桁得点ありえるぞ。下手したら対ソフトバンクに10敗あるぞ。ぶつけろのサイン出さない和夫が悪い。たかだけどホークスと西武どっちの方が打線強いか言うたら、ホークスだと今やったら声を大にして言えるわ。西武ファンはしばらく野球から離れた方がいい。西武球団のフロント首脳陣、選手はまともにプロ野球チームと戦えるように精進しなさいよ。ご視聴ありがとうございました。